ジェリビちゃん、寝る。なんだよ。何？ちょっと福袋。は？福袋買いに行こう。いいよ。いいじゃん。行こう。いい。起きて起きて起きて。起きて起きてじゃない今。テレビばっか。テレビばっか見てない。テレビじゃねえよ。スイッチだよこれ。スイッチ。テレビの？テレビのじゃねえよ。何？テレビのスイッチってなんだよ。何？何よそれ。ゲーム。ゲームしてない。いい。ゲームなんてしてないでほら外行こう外。いいよ寒いし。いいじゃんあの。ビレッジヴァンガードの。なんだよ。福袋とかいらない？いらないよ、別に。いらないの？いいよ、別に。で、私服欲しいから。で、一人で行ってきなよ。いやよ、なんでお正月に一人で私行かなきゃいけないの？で、親父と行けばいいじゃん、じゃあ。もう、なんだよ。もう、どうしたんだよ。ずっとテレビ見てんのよって。え？ずっとテレビ見てんのよって。正月なんだから、それ好き勝手。いいだろ、自由にやってみんな。二人っきりでも出かけない。だったら三人で行く？三人も別に俺はそんな、俺ゲーム今やってるじゃん。服だよ、服。服の服。福袋だよ。な、もうめんどくせえ。お洋服の？もうなんだよ。お洋服の福袋。わかってるよ、そんなの。わかってる？わかってるよ、お洋服いるじゃない。え？お洋服がいるじゃない？お洋服はいるかもしんないけど、一人で行ってこいってだから。いや、お洋服ね、どんなのがいいかなって、これ。どれがいいかなって、福袋。どれがいいかって、福袋が選べてんだろ、もう。漢字で。漢字で。持った感じで。持った感じで。俺と、いやいや、そう、そう。ケンちゃん持った感じうまいじゃない。持った感じうまいって初めて言われたよ。だいたい何キロだなとかわかるじゃない、持っただけで。いや、わかんないよ、ね。すごいそういうの、昔から得意よね。そんなことないよ。俺、そんなことあった。あった。え？あと自分が生まれた時の体重とかもすぐ当てた。知らないよ、覚えてないよ、今俺こんくらいだからってこの前すぐ当てた。いや、俺覚えてないよ。言ってないのに。何やもう。5000グラム。5000グラムだった、俺。ケンちゃん5000グラム。結構デカめだね。だからあんま変わってないわ、今と。変わってるだろ、そりゃ。なんで今変わってない？福袋、いいの、福袋。いいよ、もう一人で行ってこいって、だからもう。何よ、もう。いいって言われるから。一緒に来てくれたらお年玉あげようと思ったのに。それ行くよ、なんだよ。ちょっと。